小出智春は、ホーリネス弾圧事件で、堺刑務所で殉教した、ホーリネス系の日本聖教会参与、牧師である。元日本ホーリネス教会、アライアンスの牧師。日本キリスト教団ホーリネスの軍の重鎮であった、小出忍のジップ。1888年に、新潟県三条町に生まれる。小学校卒業後に上京する。 昼間は商店員として働き、夜間は生息英語学校に通学する。1904年頃に中央福音伝道館で受選する。柏木聖書学院に学び、東洋線教会の牧師になる。1907年に長岡市の福音伝道館に赴任する。赴任直後、11月24日より、新潟県を巡回した中田茂春に同伴し、小出だけ。 新潟県にとどまり伝道をする。そして、1908年4月10日に、東洋選協会が役員会制度を設けた時に、庭平三郎、高野幸とともに、新潟県長岡市の牧師に任命される。1909年には、米名に、福音伝道館が開設されることになり、7月6日より11日まで、柏木の聖書学院で開かれた年会で、 秋山義五郎と共に、米子福院伝道館の伝道者に任命された。1911年埼玉県大宮の福院館で、牧師をしている時に、聖教団事件が起こる。小出は、中田茂春監督側につき、渡辺善太、米田豊たちと一緒に、東洋宣教会の教職者を辞任する。短期間で、聖教団事件が収束した後、小出は、 中田の行動に失望し、ホーリネスを離れ、鹿児島県奄見大島の名前で、半自給をしながら、開拓伝道を始めた。1912年には、中田重春が奄見大島にいた小出を訪ねた。1917年小出が、広島アライアンス協会から招聘され、中野協会に赴任する。1920年6月には、 元牧師の真島慶三郎が中野教会に復帰すると、小出は伊藤教会へ転出した。1922年に日本ホーリネス教会に戻り、ホーリネス浅草教会の牧師になる。1923年9月1日に関東大震災が起こった時、小出が牧師をしていた浅草教会は消失したが、小出一家の木の幹のままで逃げて、無事だった。 10月8日の清潔のともに震災の体験記であるお守りの記を掲載した。1925年慶城に転任し、日本ホーリネス協会の千万部長に任命される。1933年5月2日、慶城で伝道していた時に、朝鮮半島を訪問中の中田茂春と共に、広州に行き、さらに小出は中田を案内して、 ソロク島という島に行き時計病院という来、診療所に行った。小出はソロク島に巡回伝導しており、病院の700名のうち350名がすでに洗礼を受けていた。1936年のホーリネス分裂事件後に、1937年日本に戻り、日本正教会参与に任命され、近畿部長大阪西野田教会の牧師に任命された。 大阪西の教会の牧師をしている時に美術学生であった小山宗介に洗礼を授ける。なり、1941年6月に日本キリスト教団成立時には第六部に所属する。1942年のホーリーネス系三団体の一斉検挙の時に逮捕され、禁錮3年の実刑判決を受けた。ただ一度だけ家族に手紙を書くことが許された。 その手紙には、生還をお願わずして死に至るまで死になれと書いてあった。1945年の終戦後に、堺刑務所で釈放間近になり、病死したとの知らせがあり、夫人と子息の小で忍が遺体を引き取りに行った。死亡診断書によれば9月10日午後12時半死亡で、死因は動脈硬化症とされていたものの、遺体には3センチの幅の生々しい血痕が2つあり、 背中には、鉄棒で殴られたらしい紫に腫れた反転があり、特別高等警察の拷問により死亡したと見られている。A.B. 山田正幸、ライフヒストリーとヒストリカルモメントに関する予備的研究、藤田秀夫の戦中日記を中心に、マイナス社会教育学研究第14号2008年4月、中田茂春伝165ページ、中田茂春伝170ページ、 中田茂春百175ページ1917年11月には中野教会の真島慶三郎が病気静養のために高山教会に転任すると高山教会から日本伝道隊の梶原影森が牧師として着任する1918年9月には梶原影森が日本メソジスト赤江教会へ転任したそのために小出が招聘された 日本ホーリネス協会は、朝鮮半島と満州の日本人への伝道を目的としている。現地人への伝道は、東洋戦協会と朝鮮清潔協会が言った。中村里氏、日本プロテスタント海外宣教師、147ページ、中田茂春でに416ページ。ありがとうございます。